すごい、私も寝起きなんですよ。おはよう。おはよう。そう、今日ハーフアップにしました。お洋服かわいい、ありがとうございます。お洋服ここ肩空いてるんですよ、かわいいです。見えるかな。かわいいんですよ。ロングスカートでかわいい。まだお眠です。遅れは想定済み。ありがとうございます。眠いです。清楚です、清楚ですよね、これ。めちゃ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 清楚。おはようございます。遅刻してもおしゃれには手を抜かない。そうで、逆に遅刻した理由がおしゃれしたからです。今日も清楚系で可愛い。ありがとうございます。清楚系ですよ。ちょっと本当はここ巻きたかったけど時間なかったから。着てる子が可愛いから。いや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 、服が可愛い。見せたいけど見せれない。服が可愛いのではない、天が可愛い。服が可愛いんです。朝だからセンスに見えます。どういうこと。おはようございます。おはようございます。声がいかにも寝起き。本当ですか。昨日は見れなかったけど朝の5時から待ってました。朝の5時、すごいな。てんちゃんだからって10分近く寝られ。実はそうですなんてね。俺のためにおしゃれしてくれてる。みんなさんのためです。やっぱりてんちゃん清楚だね。はい、清楚ですよ私は。おはようございます。ギャルと聞いて飛んできました。あ、全然ギャルじゃないです。このリボンつけたかったのにつけれなかった。リボンつけたらもっと清楚ですよね。猫耳みたい、これ。あ、ついた。ザ・清楚ですよこれは。うん、今日は大人っぽい。ありがとうございます。これぐらいでは遅刻のうちで。あ、本当ですか、よかった。おはようございます。おしゃれには手を抜かない、素晴らしい。おしゃれすること好きなので。全然寝起き系女子かわいい。寝起き系女子って何。許してぴょんって言いたいからわざと遅刻した。違います。最終日、はい、今日最終日です。頑張ります。てんちゃんはかわいい、そしてファッションセンスも。ありがとうございます。そんなことないけど、でもこの服すごいお気に入りなんです。おはようございます。見えるかな。ここがロングスカートで、見えない。かき氷とアイス、ありがとうございます。清楚なの思い出しました。思い出しましたじゃないです。今日は休みだけど朝なのでまだ飲んでませんよ。朝から飲んだらもう何も手につかなくなる。そのリボン可愛いですよね、めっちゃ好き。可愛い、ありがとうございます。本当は清楚なの。はい、清楚ですよ。リボンつけたら JC 名。あれ、リボンつけたら幼くなる。
まだ寝起きでおとなしいから清楚系と騙されてる人が多いみたい。騙してないですよ別に。リボンめちゃくちゃ似合いますね。本当ですか。ありがとうございます。今日も可愛いよ。ありがとうございます。おはようございます。友達と待ち合わせ何分まで待てますか。場所にもよるけど、45分ぐらいかな。1時間かな。でもそのなんだろう、その場で待ってるというよりかは、なんか例えば地下街とかだったら待ち合わせ場所から離れていろんなお店見て待ってます。で着いたよって言われたらそこに向かいます。最終日頑張りましょう。ありがとうございます。頑張ります。昨日ゲリラ配信やったのね。入れなかった。そう、昨日あと10分でやってて、あと10分でも400人ぐらい来てくれて嬉しかった。配信しながら髪巻いてもいいね。確かにそれでもいいか。コンセントが近くにあれば。そういえば昨日の夜のゲリラに余裕だし、そう昨日10分しかなかったので全然みんな来れなかったかもしれないけど、ギャルと思わせて実は清楚系で、清楚系なんですよ私は。かね、どの系統も生きるみたいな感じ。肩ちら、そうこの肩ちら見せめっちゃ可愛くないですか。肩というか二の腕というか。今日が最終日だけどこれからも SR 見たいから絶対合格でね。ありがとうございます。合格します。おはよう。今日は土用の丑の日だけどうのつく食べ物食べる予定ある。あ、渦巻きソフトなら食べれる。あのアイスのなんかチョコ味とバニラとチョコとバニラが混ざったやつが、箱入りでちっちゃいアイスがある。でうのつくもなんも食べれない気がする。あとうまい棒とか。下は意外とシックな感じのワンピ、そうなんです、そうなんです、なんかキュッてしてる感じ。おはようございます。リボン似合うね。本当ですか。ここにも地味にリボンある。朝ごはんはティラミス食べました。おはようございます。合格したらいいですね。はい、合格したいです。てんちゃんは友達待たせる派です。正解。でもなんか友達も遅れてくるので遅れ遅れで会うみたいな感じなんで全然。NGT48 の藤崎美夢、ミム佐藤カイリに似てる。わかんない誰か。フォローしていいですか。はい、全然しちゃってください。フォローありがとうございます。おーすごいね、よかったね。はい、よかったです。おはようございます。てんちゃんおはよう。今日もめっちゃかわいい、服もかわいい。ありがとうございます。服がかわいいです。肩縫いに行きたい。ここは縫えません。縫ってもそんな違和感ないけど。うまい、そううまい棒、うまい棒でも食べたいと思うことない。破れてるわけで、はい、破れてるわけじゃないです。ちゃんとこういうデザイン。合格してイベントで会いましょう。はい、会いましょう。本当にフォローしたよ。ありがとうございます。嬉しい。あ、うどん食べれる。うどん食べよう。うどんは丸亀うどんが好き。大好物、大好きなうどん。はい、うどんがあった。忘れて、あ、ウーロン茶もある。ウーロン茶飲もう。はい、ティラミス食べました。朝お洋服かわいい。ありがとうございます。そうなんですよ、サマのお笑い向上委員会って見てますか。昨日も陣内で出て、
見てない見たかったな。今抹茶クレープ食べて、え、すごい、朝からクレープ食べてる。今日最終日だね。そう、今日最終日なんです。夕方も18時半からやるので、みんな来てください。おはてんちゃん、おはてんちゃんです。友達と相性がいいです。いや、かな、私が多分なんか遅刻するようにさせちゃったわかんないけど、多分そう。いつもおしゃれで可愛いね。ありがとうございます。おしゃれは読めますよ朝ごはんにテラミス、やはり成績テラミスとは普通にあったからです。テラミス、ティラミスか、藤崎美優か。もう美優って言うんだ。美優ちゃん、美優さん、合格後のお礼配信待ってます待っててください。普段から着てる洋服はそんな感じ。はい、こんな感じ。なんか高校2年生の時までは全然これと真逆の服装着てたんですけど、なんか韓国ストリートみたいな、韓国ストリートっていうか韓国みたいな感じで、でもフレンチガーリー系着るようになりました。てんちゃんは朝ごはん食べる派？いつもね、食べれない派です食べたいんですけど、なんか食べようと思うと食べる気がなくなるあといつも遅刻してるから食べれない。小学生の時食べてた駄菓子、なんかなんだっけな、なんか2枚入ってるじゃがいもポテチみたいな、なんかわかるかな、なんかバター醤油味みたいな感じのなんか2枚入りのやつがあるんですよ。あれめっちゃ美味しいです。わかるかな。昨日は境を歩いても、あ、昨日境行ってないです地元のイオンにいました。おはモーニングステーキ丼食うため6時半からすごいえ、まだ入れてないんですか。何味のうまい棒が好きですか。いや、コンポタージュ一択です。なんかその他あんまです。俺はうどんならカレーうどん。あー、カレーうどん美味しいですよね。カレーうどん食べたいなコストコのティラミスかな。いや、全然スーパーにとかコンビニに売ってるなんかちっちゃいカップに入ったティラミスです。合格発表はいつなの。最終日の当日に発表されます。 NGT48、 あ、新潟なんだ。なんて読むのこれ。新潟か合格して会うことできて、うわ、実は清楚じゃんってびっくりしたいできますかねあんたもう朝からティラミスいやいやいや、クレープとティラミスは違います。新潟18時30分、本当に本当にやりますよ。18時30分から。あ、5位になったありがとうございます。みんな おはようございます。いつも遅刻、そう、いつも遅刻しちゃうんですよね朝食べないで出し、そう、本当にそうだから、なんか冬の体育で持久走やるんですけど、朝走ってるおかげでなんか去年よりタイム伸びてびっくりした。ストリート系も見てみたいストリート系アイドルでも大丈夫ですかおはようございます。最終日寂しい、うん、寂しいです。終わっちゃうから。フレンチガーリー、フレンチトースト食べたくなる食べてください。牛乳ひたひたのティラミスはココアパウダーで汚し、確かにおはようございます。大きめのポテトフライみたいな、あ、そうですそうですそうです、そんな感じのやつ。特技遅刻確かにそれかけるんですよ私てんちゃんは昼寝とあやとりが得意なんだね。それは伸びたですね。
俺もそのお菓子めちゃくちゃ好きだよ。チキン味とか。え、本当ですか？美味しいですよね。そう、いろんな味あるし、なんか結構サクって感じで、実は結構な髪の長さ。え、そうなんですよ、水落ちぐらいあります。見えるかな、ここら辺ここら辺とりあえず星全部投げといて、ありがとうございます。今マックのドライブスルー並んでる。え、こんな時間から並んでるのハワイかな。またね、ありがとうございます、見てくれて。着る系統が変わったらメイクも、あー確かに服に合わせるかも。ちょっとおはようございます。豊橋カレーうどんしよう。え、そうなの？豊橋うどん、あ、じゃあ豊、あ、違う違う、カレーうどん有名なんだ。高級鶏ウコッケーのカステラは美味しい、おすすめ。そうなんだ、食べたことないな。てんちゃん部屋着は中学時代のジャージとかですか？いや、あ、でもあの中学時代の部服です部活の服を着てますほぼジャージですかね。今仕事終わって、お疲れ様です。仕事、屋台の食べ物だと何がお気に入りなですか？肉巻きおにぎり肉巻きおにぎり私すっごい好きなんですよ。だからなんかお祭りの屋台でも食べるし、旅行とかした時になんか繁華街とかによく売ってるんですけど、そこでも絶対食べます愛知県でも食べれるでしょうってものを旅行の時にも食べますその土地のやつはあんま食べない。そう、小食なのに早食いなのかな。え、なのかな、わかんない。でもお弁当わかん、え、どうなんだろう小食だから早食いになっちゃうのかな。配信でも清楚に見えるけど、はい、私清楚ですどのわかんない、なんかでも綺麗にできなくて、前髪もちょっと揃えすぎてるすごい、おめでとう、ありがとうございます。虹色の星とかき氷とソフトクリーム、ありがとうございます。にょいまでもう少しだね。はい、もう少しだけど、どうだろう。土用の丑の日だけどうなぎ食べる。私うなぎ食べれないんですよウエスト細、いやいや細くないですよ、こんぐらいよきよき髪の毛現在かなり、そうなんですよね。だからお団子するとめっちゃでかくなるんですよ毛量も多いから。髪はそんなにな、そうなんですよ、結構長いですね。2年伸ばしてます。髪くるくるしたら空飛べそうですどんなあれですかそれは。ハワイマック美味しかったよ。本当ですか？まだ食べてないんですよハワイ。おはようございます。髪短かったこと、はい、あのここまでボブでした。ここボブめっちゃ短かったです。でどんどん長くなってこの状態だから、もう全部やりましたね。そのここからボブで、だからちょうどこの触覚の長さぐらいがいっぱいあったみたいなかき氷とソフトクリームありがとうございます。今日で最終日か、悲しいな。そうなんですよ、でも合格してみんなにまた会います。ヒョウ柄ジャージ似合いそう似合いませんよ地雷系量産系を卒業してスナイデル系になった一時期目指してたけど
地雷とか量産にはなれなかったですね。そう、なんか慣れなくて諦めて韓国系になってスナイデル系になりました。やはりお肉そうなんです、お肉が好きなんです。次の配信枠の時間っていつ？次は18時半からです。18時30分です。おはようございます。てんちゃんはアメド好きなのか。アメドって何ですか？アメド。お昼はお弁当、あの学校の時はお弁当です。そう、肉巻きおにぎりあるんですよ。てんちゃんは清掃、うん、そのハッシュタグにしてください。お前にしても絶対、いや可愛くないですよ、お前。多分やばいです。ちょっと短いですよね、もうちょっと私長いのがいいんですけど。昨日の浴衣配信をする…昨日めちゃめちゃいましたよね、浴衣配信。みんなするやんって思って。眉毛は完璧ですか？眉毛ちょっと完璧じゃないかもしれない。あ、待って、あった。ごめんなさい、いなくなって。もう一個買ったんですよ、ホワイトボードを。あくまで清楚系風の定着風じゃないですよ。清楚系をアピールするギャル。それは中身がギャルってことですかね。頑張るあなたにかき氷かソフトどっち欲しい？全然どっちでも大丈夫ですよ、私に似合う方。お団子すると大きくなるの、それは。そうですよ。ハンドボールしてた頃、あ、そうなんです、そうなんです。ハンドボールしてた時に、あ、うん、そう、ショートっていうかボブにして、で一回伸ばして、でもう一回高一の夏に切って、でそっからずっと伸ばしてます。てんちゃんおはようございます。おはようございます。紙コプターそういうこと、ここくるくるくるって。寝起きはきちんと目覚める方ですか？うーん、私すごい何度寝するんですよ、なんか5度寝ぐらいするんですよ。明日から何を楽しみにして生きていたい。なんか歌の歌詞みたい。合格発表後にご礼配信があるかもだからずっとフォローしておかねばね。ありがとうございます。本当にお礼配信したいな。ボブ絶対可愛い。いやどうなんだろう、わかんない。なんか結構
周りの子には似合ってるって言われたけど、私的にはあのまだなみたいな。この触覚で何を感じるのか。虫じゃないです。バラありがとうございます。宮崎本場の肉おにぎり、え、宮崎が本場なんだ、食べたい。虫嫌いなのに触覚がある。違います、これ触覚じゃないです。地雷メイクできるの？地雷メイク多分できますよ私。でもなんか似合わないんですよね地雷メイクが。とある楽曲の歌詞から、繰り返す人生はまるで回転木馬涙の後に微笑みを、そして勇気を捧げる。そんな歌詞あるんだ。おはようございます。初コメさせてもらいます。最終日も頑張ってくださいね。楽しんで。ありがとうございます。今日初コメ、最終日頑張ります。次の候補生を見る時間とドラム練習の時間も限られてくるから、そろそろ出るわ、絶対見に来るからね。次の配信ありがとうございます。見てください、ドラム頑張ってください。おはようございます。昨日って名古屋港の花火、昨日はトヨタおいでん祭りかな、なんかすごいすごかった。みんなのインスタのストーリーとか見てすごい綺麗だった。リップとかお気に入りのメーカーありますか？私めっちゃシャネルが好きなんですよ。シャネル、よいしょ、これシャネルのリップです。何番？128番です。見えない。めっちゃシャネルが好きなんですよ私。なんかディオールも好きなんだけど、シャネルがめっちゃ好きなんです。あとイブサンローラン、イブサンローランどっかのカバンに入ってる。余談だがショートカットも絶対に似合う。いや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 、似合いませんよ絶対に。ホワイトボードちょっと動い、あ、そう、扇風機がちょっと強めにしたんで動いてるかもしれない。てんちゃん消えた、放送時間ごめんなさい、急に消えて。ちゃんと周りのメンバーの配信を見てるのはいいね。やはり やり方の参考に、え、そうなんです、そうなんです。そういや、エジエンパンありますよここに。そういえば全然見せてなかった、じゃん。懐かしい、懐かしの10番です。本当はこの壁に貼ろうと思ったんですよ10円を。でもちょっと時間なかった。昨日の浴衣大量発散、うん、なんかみんな浴衣着ててびっくりした。ペンライトありがとうございます。おはようございます。ごめんなさい急にいなくなって。ガンダム専用ホワイトマンの、違いますよ。最終日なのにまた買ったんか、真面目か。そう、買っちゃったんですよ。なんかニューホワイトボードはイダテじゃない、イダテ、おっと幻のお絵描き、お絵描き配信歌い、幻なんですかあれは。てんちゃんは清楚系なのは仮の姿なの。いやいやいや、清楚系ですよ。虹色の星ありがとうございます。見た目はな清楚、中身あげる。それはもうなんか漫画の世界です。中身がギャルと中身がギャグ、どっちがいい？どういうことですかそれは。バレー部だと髪長くできないらしいけど、ハンド部もなのかな。いや、なんかそんなルールはないんですけど、なんか髪が長いと当たるから、あの自分がやだみたいな、結構このなんか振り向くからパシって当たるから短い方が楽です。ハンドボールの頃はショートボールに間違えられ、間違えられてません。ボールよりなんかあれです。昨日は何か、あ、見ました、なんか
すごい大人数でカラオケに行って、で私が間違えてなんか途中ボタンを、なんだっけ、なんか途中入りみたいなボタンを押しちゃって、でそれで友達が怒るっていう謎の夢見ました。すごい謝ってるのに全然許してくれなかった。愛嬌があって親しみやすい感じなんで、いやいやいや全然全然そんな。おはようございます。5度寝してしまうような子は絶対清楚なんだ、知らんけど。清楚なのそれ。オーディション絶対合格してください。では失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます、見てくれてありがとうございます。バイバイ。セニーありがとうございます。今日じゃなくて今回のオーディション通じて、あそういうことか。ありがとうございます、来てくれて。かき氷とソフトクリームありがとうございます。食べてありがとうございます。今回合計35人チェックしたけど、俺の中で一番可愛くて面白かったからもう合格。本当ですか、ありがとうございます。来週は岡崎、え、そう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 、あれ行くかすごい迷うけど遠いんだよなみたいな。合格したらてんちゃん推しになる。本当ですか、ありがとうございます、嬉しい、可愛い、ありがとうございます。やはりグレージュ、いや違います違います違います。高級ブランドばかり、いやいやいや、おーリップってそんなに種類番号があるんですね、勉強になります。そうなんです、結構ありますね、結構あります。なんかこれは結構ピンク、ピンク系赤系みたいな色してます。カバンにあるっていう雑そうなんだ、なんかどっか行ってないけどどっかにある。今見ると華やかに見えるじゅ、え、多分前から見ても華やかですよこれ。10番、難しい。最終美術って写真撮ります。10番までおしゃれにしちゃう。そうです。裏は35、そうなんです、裏は、あ、折れてる、謎の35、そして折れてる。10円パンってまだ食べたことない、私もないんですよ。ついでに50カウントお届けしました、ありがとうございます。では本当に失礼します、てんちゃんファイト、ありがとうございます、バイバイ。ルールでプレゼントは1万円までだから、シャネル、ディオール服。いや全然全然、そこのブランドじゃなくても全然嬉しいです。懐かしいね、最初は春の、え、そうなんですよ、え、春のみたいな。10円パン作る情熱がすごい。10円パンじゃないんですけどね。昨日花火大会で10円、え、本当ですか、美味しかったですか。ダンスでも髪の毛当たる、うん、結構当たります。でもなんかなんだろう、髪の毛を下ろしてる方が頭とか回しやすいので、そう、髪の毛も演技の一つみたいな感じだから。実はギャルです、全力ギャルピー。そんなこと言ったらギャルと思われてしまう、私この格好でギャルピースはおかしいんですよ。動くなって感じです。あ、割り込みボタン、そう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 。これは配信で何か出しがない、違います。ダンスの時はターンした時とか髪、え、そうなんですよ、そうそう、だからなんだ、ダンスのために伸ばしてるようなもんですかね。今横浜パシフィコで AKB の話会も、え、そうなんですか、
たくさん話してきてください星投げ完了ありがとうございます。香水もシャネルディオール、え、香水はディオールです。なんかこのヘアミストと、よいしょ、これなくなっちゃったんですけど、こっちと、もう一つの甘い匂いのタイプを持ってます。今はこっち使ってます。このなんかこっち、あ、こっちはここが鉄っていうか硬いやつなんですけど、こっちの甘いのはここがなんか布なんですよねだから見分けつく。こっちのが大きいかな。でヘアミストがあります。じゃ、応援してるし合格を確信してる。ありがとうございます。そんなこと言ってくれて。岡崎の花火もすごい人だから。え、そうそうそう、人すごいですよね本当に。合格間違いない。いやー、わかんないですよ。おはようございます。ハートと星ありがとうございます。周りすごい人数やってるね。最初、あ、そうなんですよ、今日最終日なんですよ。派手やなもともと唇はどちらかって、え、そうなんで、ピンク寄りなんですけど。10円パンも食べてみたいけど、チーズが伸びるホットドッグ、あ、チーズハドッグですか。あれ大須に450円ぐらいで売ってるやつがあるんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。あれじゃがいもがついてるんですよ、ホットドッグに。でめちゃめちゃ美味しいです。4位まで3000ポイントって。4位なれるかな。10円パンの周りの派手さにギャルが漏れてそういうこと、付箋回収ですかこれ。今は古いのかもだけど、タピオカに、え、タピオカ今でも飲みますよ。あのゴンチャってわかりますか、が栄のオアシスにもあるんですけど、ゴンチャすごい好きなんですよ。結局プラチェーンいらなか、うん、いらなかったけど、まあまあてんちゃんおはよう、おはようございます。ホワイトボードから10円パン飛び出るマジック、てんちゃんならできますできますか。私指も可愛い、ほんまに指も可愛い。なんか私指の方が長いのかな、そんなことないかな、同じ。152.4 センチって身長がまたいいね。あまり、あ、そうなんだ全然低、逆に低すぎませんか。私リボンついてるの可愛いそうなんですよ、このリボンめっちゃ可愛いですよね。握手会に参加したことある、ないのならアイドル側が、え、そうです、アイドル側が初です。審査の合否には順位関係ないけど、意外といい順位いけるんだよね。なんか順位、そうですね、なんかでも順位より見てくれてる方たちのが大事です。甘い、そう甘いくんくん、ディオールのいい香りがする本当ですか女子力お高い全然全然。え、4位になったありがとうございます。おしゃれさんだね、ありがとうございます。みよまるさんは香水、え、そうなんです、え、私香水、シャネルのもしんですよ、あのチャンスみたいな名前のピンクの丸いやつ。小判ありがとうございます。ちょっと馬券買ってくる、行ってくだ、行ってらっしゃい当たるといいですね。すごいハートいっぱいありがとうございます。おはようございます。遠征の時にワシのゴンチャ行く、え、行きますか。本当に美味しい、あの私チョコ、なんだっけ名前忘れちゃった、チョコのやつが好きなんですよ。
プラチェーンだと清楚感台無しだからやめてよ。いやいやいや、プラチェーン大事ですよ。マスカケ線、マスカケ線、オアシス綺麗になってね。めっちゃ綺麗になりましたよね。オアシス21のとこのゴンちゃん、そうですそうです。地下鉄側から降りたとこにある。手のひら赤ちゃんみたい。そんなことないです。おはようございます。この鎖で何。いやいやいや、つけただけです。リボンつけたし、リボンなんかつけ方わかんないんですよ。これなんかこのタイプつけ方わかんない。どうやってつけるんだろう。ちょっと取れないんですよね。乗せるならできます。あんま見えてないけど、なんか猫耳みたい。乗ってる、乗せてます今。いい公園入るし、最後これんけのファイトやで。ありがとうございます。良いおめでとう、ありがとうございます。4位になっちゃった。私初日32位でびっくりした。料理は何か作りたしますか。料理は卵焼き作れます。いいコメント、視聴者、そうなんですよ。本当に視聴者さんの方が大事ですよ。朝ならきっと身長152cm あるかな。いや、てんちゃんは全てが可愛いっす。いやいやいや、順位より見てくれる人が大事。こんなこと言われたら好きになっちゃうわ。てかもう好き。ありがとうございます。私も視聴者さん、視聴者さん好きですよ。お疲れ様です、お疲れ様です。すごい、くまちゃんありがとうございます。可愛いくまちゃん、おはようございます。さすがてんちゃんらしい。見てる方、見てる方とはいい考え。全然全然、これが全てです。チェーンはもともと持ってたの。なんかチェーンはなんだっけ、体育祭とか文化祭の時になんかボードを作ったんですよ。なんか写真映えので、その時のあまり。手相見せて占えないけど、見えますか。なんか私、手に手って書いてあるタイプじゃないんですよ。なんかこことここにあるタイプ。でなんかこっちかな、こっちはそのこことここの間にプラスって真ん中に書いてあるんです、十字架みたいな。プラチェーンは武器なんでしょ。元山は内緒だけ。やめてください、そんなの生きてないです私。マスカキ線手相、両手っぽいから、もしかして天才の手相かも。マスカキ線ってどこにあるんだろう。これどっかに生命線見えるのかな。ガンダムの耳に似てます。似てないんです。リボンつけたらお嬢様風になった。そう、リボンつけたいんですけど、つけれない。バイバイバイ。どうやってつけるんだろう。お嬢様、女子校にいそう。ここら辺がいいな、リボン。ありがとうございます。ソフトクリームとかいいねとか、そのファイト、ありがとうございます。乗ってるにゃー、言ってもいいんだね。乗ってるにゃー。にゃんにゃん。リボンつけて本当の猫娘。確かにリボンついてますよね。でも今ちょっとついてますよ、乗せてるの。おはようございます。マスカケ線芸能人でも有名。そうなんだ。マスカケ線どれ。わかんない、わかんない。尊い、ありがとうございます。天家の卵焼きは甘いだし巻き、だし巻きです。だし巻きっていうか
そうだし巻きです。甘くはないです。配信開始日が遅かったからね、すごいですよ、ありがとうございます。そう、20いつだっけ、26ん25ぐらいから始めた気がする。4位、あ、待って、ボールありがとうございます。待って、めっちゃ鼻かゆい。4位は納得の順位、いやもっと上でも1位でも、いやいやいや1位にはかなわない。手相のマスカケ戦、天下取りの手相、徳川家康、花林、みわかんない。どこにあるんだろう。本当に猫耳みたい。はじめまして、こんなに配信が待ち遠しくなったの久しぶりです。嬉しい、そんな方言ってくれて。配信始めたの遅かったけど、たくさん来てもらえるわ、てんちゃんの魅力です。ありがとうございます、そんな素敵なコメント。視聴者は言いづらいからリスナーさんが言いやすいのか。確かにリスナーさんって言います。チェーンぐるぐる回す、てんちゃん声回してないですよ。お、手相アイドル戦は良さそう。アイド、どこなんだろう、神秘十字戦って言うんだ。私、あ、両手にある。ものすごい手相だ、本当だ。元ヤンなんです。違います、違います。初見さんに元ヤンなんですかって言われてる。いい手のシワしてますね。本当ですか。ペット清掃だ。リボンつけたら清掃になりました。え、このリボン本当に可愛いと思う。ペット飼ってる。え、めっちゃ飼いたんですよ、ペット。でも飼えてないです。犬派猫派すっごい迷うんですよね。なんか前は絶対猫派って感じだったんですけど、いや、ワンちゃんも可愛い。リボンつけるともうアイドルそのもの。本当ですか、アイドルですか。リボンめっちゃ似合う、ありがとうございます。リボンつけたらごきげんようと挨拶しよう、同じ。ごきげんよう。ライブで回すとき一人だけ。違いますよ、まもなく3位だね。え、3位なれますかね。清楚系ヤンキー定着しつつは、ダメ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 。絶対にダメです。おはようございます。ハロー、ウィアー、こんにちは。もし元ヤンだったらルームフォローします。どういうこと、元ヤンだったらフォローするんですか。配信で顔出しするのは迷、めっちゃ迷いました。私さあ、今時間なれるかな。てんちゃんは天界統一の天なのか。そういうこと。リボンしてランドセルスやったら JS でもいい。いやいやいや、そんなんいきませんよ。私3位なれるかな。でも多分なっても抜かされちゃうと思う。今日で最終日なのか、我らが運営様見る目は確かだから、きっとてんちゃんと会えると信じて。ありがとうございます、会いたいです、みんなと。原案です。違います、違います、違います。なんでヤンキーになってるんですか。ガンダムの盾にも十字、あ、ありました、ありました、ガンダム、ここに。今日はあの全部答え合わせするんで。みんな18時半来てください。まあでもドラえもんはしなくていいかな、うまいし、うまいしとか言って。行ってきます、頑張って、いってらっしゃい、ありがとうございます。
虹色の星ありがとうございます。かき氷ありがとうございます。いっぱいソフトクリームありがとうございます。すごいリボンつけたらアイドル番組、本当ですか？アイドル感増します。こんにちは。お紅茶は飲まれますか？お紅茶は飲みません。私何々ティー系飲めないんですよ。ピーチティーとフルーツティーは飲めるんですけど、レモンティーとかミルクティーとか飲めないんですよ。こんにちは。手相を見せる両手を広げるポーズ、10本指でてんちゃん、そうです、これてんちゃんポーズです。中英のガンダムってギャグありますけど、できますか？できませんよ。あるんだそんなの。ギャルは隠せてないけどヤンは隠してるんじゃないです。いや、ヤン聞いてよ、私一言も言ってない。主役のニンニクマン、ニンニクマンはニンニクマン消えた、あったあった、ニンニクマンこっちです。ニンニクマンじゃないけど、てんちゃんはお嬢様だよね、間違え。お嬢様じゃないですよ。答え合わせとかキラーコンテンツやん、絶対に人が集まる企画の意味。そうなんだ。でも18時半からだから、あ、でもそっか、1時間2時間、ほぼ2時間か。コーヒーのブラックも飲めない、飲めないです。あの牛乳たっぷりのカフェオレがいいです。ウーロンティーなんてあるんですか？ウーロンティー？あ、ウーロンちゃんね。どこかで審査員こそっと見に入るかもね。まあいつも通りでいいから大丈夫です。本当ですか？え、そうなんだ、審査員の方見るんだ。突然のスクショ大変。私は突然始めます。3位まで183ポイントですって、ですってとか言って、え、私サイン？いろんな衣装も似合いそう。え、そう、あのアイドルの衣装はすっごい着たいんですよね。本当に可愛い。ピチピチピチだからピチティーしか飲めない。どういうことですか？若いからってこと？ラーメンマンの答え合わせがそっくりすぎてビビらないってね。いや絶対そっくりじゃないですよ。お花ありがとうございます。ギャルは認める、いや認めてないです。ニンニクマンでググっても出てこないから、あ、そっかそっか。ニンニクマンじゃなくて筋肉マンですよね。虹色の星ありがとうございます。おはようございます。ニンニクマンのぬいぐるみが、これめちゃめちゃ怖くないですか、この顔のぬいぐるみ。もう可愛すぎてため息しか、いやいやいや、あ、3位になった。ありがとうございます。みんな ってことは審査員賞のみんな、いや元やって言ってないです。本当に違います。こんにちは。すごいコメントが。コメントがすごいある。すげえ、同い年で誕生日が1日違い。本当ですか？ゴンちゃんにウーロンミルクってある。どんな味なんだろう。ウーロン茶のミルクバージョンってこと？尻尾とか流れ星の衣装似合いそう。本当ですか？流れ星の衣装、あ、取れちゃったリボン。これ乗せてるだけだから落ちてきちゃう。
ラーメンマン額に麺と書いてあるから正解かも。本当ですか？でも私の麺ひらがななんですよ。え、なに、カニさんありがとうございます。サインおめでとう、ありがとうございます。10番だからてんちゃんですよね。 SKE48 に合格したらてんちゃん封印ですか？どうなんだろう、その封印した方がいいのかな。なんかでも最初らへんはてんちゃんって言わないと分かんないですよね多分。サインおめでありがとうございます。ボールありがとうございます。しかし米読み早いね。そしてしっかり読んでるからすごいじゃん。いやいや全然全然、みんなコメントしてくれるから。ググったらてんちゃんの絵でできる。これ広めます。ニンニクマン3位すごいね、おめでとう、ありがとうございます。今日も朝からてんちゃんスマイル見れてテンション上がる。テンション上がるのてんは私のてんです。てん推し筋肉マン、ニンニクマンの偽物。逆になっちゃう。3位おめでとう、ありがとうございます。この間までずっと7位だったのにめっちゃ上がった。それめっちゃ思いました、すごい上がった。3位おめありがとうございます。謎の絵を出せば出すほど順位が上がる。確かに。でも今まですっごい描きましたよね私。全部学校の裏の用紙なんですけどね。どうやったら見えるかな、全部で、この3人とこの3、あ、見えない、この3人とこの2個。めっちゃ描きましたよね本当に。1位は絶対に無理ですね。衣装を着たらまた雰囲気も変わるんでしょうね。うん、確かに服って結構大事ですからね。星、虹色の星2個ありがとうございます。ついに3位まで駆け上がっちゃったか。3位まで来ちゃった。米多いのは人気とリスナーの方たちが楽しんでるってことだね。あ、よかった、私楽しませる、あ、落ちちゃった。私楽しませるために、なんだろう、私も見てる方も楽しませるためにアイドルになりたいので、配信で楽しんでくれる方がいて嬉しいです。コメントの流れが滝、メンバー並み。本当ですか、よかった、よかったってか嬉しい。本命が天なのかもしれません。そうかもしれませんよ。天使の天、天才の天、天下一品の天。天がいっぱいある。合格したらニックネームを何々天にすれば OK。 ああ確かに、見る天みたいに、確かに確かに。フラフープみたいなんで合格してね。合格します、フラフープせます、みんなに。ホワイトボードせっかく買ったからまた何か書きま、やばい、なんか関西弁になっちゃった。また何か書きます、え、書きます。でも私スケッチブックも買ったんです。スケッチブックも買ったんですよ私。なんか誰かのリスナーさんがスケッチブックあったらいいねって、あ、やばい、リボン落ちて、スケッチブックあったらいいねって言ってて、出た、肉ピアス。肉ピアス結構好きです。ガンダムもインパクトあったけど俺はニンニクマンが好き。ニンニク、新しいキャラ出してよかった。ラーメンマン何度見ても笑う。もうラーメンマンじゃなくてラーメン屋の店主なんですよね。ちゃんとこまめに配信してるとこ、めっちゃ頑張ってるとこ、みんな見てるか、いや嬉しい、そのコメントありがとうございます。しれっといたのは機関車トーマスかな、トーマスですよ。ガンダムの線、ガンダムの映画いつ見てもらえる。全部面白いよもう。
2位もいける。いやー2位は無理ですよ。私ソフトクリームありがとうございます。絵を全部残しといてよかったね。なんかみんな生誕ティーとか言ってたの。いや本当になるかわからないけど。素晴らしい動機。いや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 全然全然。なんて素晴らしいコメント。いや本当に本当に。てんちゃんを見て笑顔と元気をもらえる素敵なことです。ありがとうございます。ありがとうね。いやいやこちらこそ。私もみんなのコメント見て笑顔になれるので、自分が楽しいは大事。本当に自分も見てる方たちもみんなが楽しいなら。天ちゃんの天は天使の天だったのか。違いますよ。絵描く気満々。いやいやいや、でもなんかもう思いつかないですよね。結構書いたのでスケッチブック。まあ今日最終日なんですけどね。リボンちゃんとつけてきてもいいです。あ、このつけ方がわかんないんですよこれ。なんか多分外すんだろうけど外れないんですよ。どうやって外すんだろうこれ、ちょっとわかんない。書く気満々じゃねえ。あ、これ読んだわ。スケブやる気に関する。全然そんな笑顔にさせるため吉本で目指さなくて。吉本は無理ですよ。こんにちは。リボンつけたらハイカラさんみたいです。とっても可愛いです。ありがとうございます。そうリボンつけたいのにつけ方わからない。取れた。取れました。つけれるこれで。ちょっと手こずってる。あ、いけた、いけました。あ、ちょっと低かったかも、ちょっと低かったかもしれない。リボン見えますかこれ。見えてる。リボン見えてないよね。もうちょっと上、どうすればいいんだこれ。もうちょっと下。あ、ちょっと全然見えないけど。全然見えないですよねこれ。でもつきました。マスクしたねずかがやっぱ好き。マスクじゃないんです、竹です。竹普段腕時計、そう私なんか腕時計最近すごいしたくて、なんか可愛くないですか細い腕時計。生誕 T シャツがニンニクマンで誰も買わなかったら大変。大変すぎます。でもなんか私が思ってるのはこれが前でこれが後ろ。でこう。勝手に決めてるけど、生誕くじグッズにトートバッグ。あ、そうなんだ。トートバッグの方がいいかな。T シャツより合格してその生誕ティーを作りましょう。作ります。リボンかわいい、似合ってる。ありがとうございます。ホワイトボードでもいいけどスケッチブックだと後で見返せるからよき。そうなんですよね、残るから。猫耳にも見える。え、そうなんですよ、猫耳、猫耳見えますよねこれ。もう取れない、はい取れないです。清掃力が10上がった。なんかポケモンみたいな。頭になんか布じゃないです、リボンです、リボン。清掃に見えてきた。清掃なんですよ私は。やばいしゃっくり。付け方を知らないリボン、なんで持ってたんや。え、なんか持ってた。リボンつけただけで印象変わり。え、そうですか、よかった。清掃。かき氷とソフトクリームありがとうございます。腕時計似合うと思います。本当ですか。え、そうなんか白とかピンクとかの細い腕時計をつけたいんですよ。リボンつけたら清掃感アップ。よかった、清楚になりました。
めちゃくちゃ目立つ正探偵ない確かにリボン一つでお嬢様系のお嬢様完成ですお嬢様系になりました。横向いてリボンフリフリしてできるかな。リボンフリフリできてるちょっとわかんない。でも俺は買います買い占めてください。かき氷ありがとうございます。賑やかな生誕っていう絶対そうなる。ラーメンマンも入れてあげてただのラーメン店主ですけど。突然ピン外れたけどリボン後で取れそう。はい多分、え、わかんないけど踏み絵生誕って来るのかいや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 、著作権、いや大丈夫です。多分私これ著作権入ってないですよ。ドラえもんぐらい。いやでも私が生み出したのでなんならそのリボンもはやてんちゃんの一部一部になっちゃった。その生誕 T シャツはふみえ以外のリボン違います。中身はギャルです。違います清楚です。清楚ヤンキー。清楚ヤンキーって何ですか。なんでみんなヤンキーって言うんですか。ハンドボールも使って清楚力アップハンドボールは清楚なんですかね。このまま行ったら2位になれるかもね。いやー2位はどうですかね。合格したらニックネームギャル店ギャル、やーです。ギャル心にギャルは大切だと清楚な目、あ、本当ですか清楚な方が言ってるなら合格したらリボテンプロフィールリボテンになっちゃった勝手にその絵を使ったら怒られるのかな店長。いや怒りませんよこんちーす、こんにちは。かき氷とソフトクリームありがとうございます。ニンニクリボンファンマーク、やだやだニンニクやだ、ニンニクファンマーク、やだ紫とピンクが好きな清楚系です。そうですそうですよ。白と黒も好きだけど。あ、2000人いる、ありがとうございます。みんなでもあと40分ぐらいですね。早いね、2時間9時から始めて。男の子は可愛い子に意地悪したい男の子っていう生き物です。私が生み出したので強引な意見あり強引ですか。こんにちは。白黒ギャル違います。全部にギャルってつけないでください。9時からは始まるねいやいやいや、ほぼ9時ですよ。9時10分。メイクには結構時間かかるそう。普段のメイクは結構時間かかります。なんかベースメイクに結構時間がかかる。おはようてんちゃん、おはようございます。頑張ってください、ありがとうございます。夜の配信は何分遅刻寝てる。遅刻しませんよ。ちゃんと18時半から始めます私は。なんかこっちより大きいかも。いや同じ。あ同じだ。同じ大きさです。
使うかな、ホワイトボード。開けたけど ASMR。 正確には11分ですけどね。いやいや、でも私10分には開いてたんですよ、これを。配信が10分遅れなんで終了は11時10分ですか。いや、11時に終わり。私今日あのガラガラしないといけないんですよ、あの抽選の。遅刻しなかったことありますよ。昨日の9時はちゃんと9時です。夜は10分前に配信します。いや、18時半。でも10分前できたらしたいけど。てんちゃん可愛いし配信楽しいから時間経つの本当に。ありがとうございます。そう、あと40分ぐらいしかない。ホワイトボード、はい、ホワイトボードとスケッチブック買いました。でも使うかわからないけど。お絵かきします。そう、同じやつだった。できればちょっと遅れてもう一度許してんじゃん。もはや皆さんそれを求めるために。これからいっぱい使う音になるよ。あ、本当ですか。じゃあよかった。結構いい音だった ASMR ですか。私 ASMR 好きなんですよ、だから結構。てんちゃん国と日本には10分の時差があります。そうです、時差があったから遅れてるように見えただけです。こんにちは。8時55分に会ってたのに9時に起きて間に合って。ごめんなさい、それは本当に申し訳ない。最後の配信は浴衣になりそうなんか。いや、浴衣になりません。私はみんなと違う道を行きます。合格するように神社で念掛けする。うーん、私もします。楽しいと時間経つの早い。え、そうですよね、私も楽しいからもうこんな時間みたいな。画伯の新作に期待。画伯に期待しても。何かお絵かきクイズしてください。いいですよ、なんかしますか。え、ホワイトボードの方がいいかな、スケッチブックの方がいいかな。こっちだと残らないけど、こっちだと残る。どっちがいいんだろう。馬走ってますか。馬走ってますか。動物の画力、え、動物は結構うまいんですよ私。ほら、これ犬で、これ猫で、これパンダ。動物うまくないですか。この前ホワイトボードでレッサーパンダ描いたんですけど、結構みんな分かってくれました。イヤホンしてる人はゾクゾクするよね。本当ですか。 ASMR 浴衣でアップの髪型とか絶対似合いそう。え、そう、私7月23に浴衣着てたんですよ。あ、そう間違えた。あ、8月23か多分。あ、そう17 7月17に浴衣着てました。でもその時まだ始まってなかったから全然。そうです、てんちゃんがささやきそうなのでイヤホンします。ささやき、何をささやけばいいかな。スケッチブックかな、スケッチブックの方がいいかな。ホワイトボードでも俺の心には残ります。確かに、まあスクショすれば。じゃあスケッチブックの方がいいかな。え、しりとり一人でするんですか、しりとり。あ、でも一人でして見せて何ですかみたいな。スケッチブックにします、スケッチブックにします。6時半から待機してた俺が撮ります。6時半からしてたのはすごい。浴衣で髪をアップにしてリボンつけた完璧。でも私したんですよそれ、7月17日に。尻尾がミミズのレッサーパン覚えてますか。そう。ミミズじゃないけど。浴衣は着物と違って自分で着れる。いや、自分で着れないです。2位でもシャ
射程園内すごい追い上げ追い上げましたよね。てんちゃんの浴衣なんて可愛すぎて倒れますからいやいや、じゃあ合格したら写真、浴衣の写真見せますね浴衣の写真もあるので、浴衣の時はポニテ、うん、なんか下のこうやってまとめてるやつです。でお団子みたいな、なんかまとめてたやつです。でここにお花のシャラシャラついてたやつです。ん、もう絵はスクショしてあるので永遠に俺の心の中に生き続けます本当ですか？スマホのホーム画面についてください。合格したら劇場公演を好きになってくださいね。はい、なります。じゃあ絶対に合格しよう。はい、みんなに写真見せたいです。え、合格したらツインテメイドなんか違う方向に行ってますよ。かわいいお団子やべえ、おだん、そう、お団子でした。合格したら浴衣配信もしよう。合格したらするかも。最終審査はサンシャイン栄の SKE 劇場。いや、なんかまだ場所言われてなくて分かんないんですよ。今の発言も覚えておきますよ覚えておいてください。私が、そう、それ絶対可愛いやつだありがとうございます。合格する確定みたいなもんだから載せる写真選んだっていやいや、わかりませんよ、合格しないかもしれないし。ウルトラマンとか面ライダー描きますか？いや、描けないですよ、そんな。描きますか。ウルトラマン？ウルトラマンですこれウルトラマンですよこれは。でもなんかシュワッチってやってます仮面ライダーってめちゃめちゃむずくないですか？仮面ライダーって髪ある？わかんない。いや、わかんな仮面ライダー、シャキーンってするタイプ、メダル入れてシャキーンってするタイプです名前忘れちゃったけど、私この世代なんですよ。あ、ウルトラマンと仮面ライダーですなんか悪役に見える。写真、それは浴衣、よかった。あ、そういうことうまい。遊びに来てありがとうございます。お花、お花じゃない、ハートいっぱいありがとうございます。合格したらが多いな、楽しみにしてます楽しみにしといてください。いつもだと最終審査は SK、 あ、そうなんだ。てんちゃんの浴衣姿絶対見たい。配信終わったら神社に合格祈願願ってきます。ありがとうございます、嬉しいな。ハートありがとうございます。書けないのに筆に迷いがないのがすごいね、うん、でもそっちの才能あるんですね多分。ガンダムを超えるクオリティ基本、なんか仮面ライダーの口わからないえ、出てますよね、そう、ほぼ宇宙人
エヴァンゲリオンは無理。画伯ですね。そう、よく言われます、画伯って。ロケットみたいな。え、ウルトラマンそのイメージなんですけど。宇宙人なんですよね。これはまたずっと言われ、あ、新作出しちゃった。面白い。え、仮面ライダー髪あるんだ。そのウルトラマンで地球守れないよ。守れますよ。ウルトラマンは赤を使うと、あ、確かに。でも赤持ってない、あ、ピンクしかない。ピンク、でもどこに赤入ってんだろう。え、ちょっと分かんないな。ウルトラマン感増した。なんかもう似てるんですよ顔。三角か、ま、卵型か丸かみたいな。あ、オーズ、オーズ、うんうん、確かに。多分私オーズのイメージで描いたのかもこれ。あ、違う、こっちがオーズ。え、このメダル入れてシャキンってやるのがオーズ。オラオラ系。顔一緒ですね。双子ですよ、ウルトラマンと仮面ライダー。ウルトラマンは主長、仮面ライダー丸が穴がち間違いですよね。ウルトラマンの左腕はちょっと多い。もうちょっと多いかもしれない。ウルトラマンピコンピコン必須。え、そうなの。ゴジラ書いてみて。いや、ゴジラはただのゴリラになっちゃう。どこのお寺のお坊さんだし。仮面ライダーです。どっちも敵に負けそう。確かに敵のが強い。バルタン星人誰だ。何に出てくるんですか。ウルトラマンは宇宙人だから正解。あ、ウルトラマン宇宙人の方が。福士蒼汰くんの仮面、うん、多分わかんない、覚えてないけど。どれも宇宙人といえば正解だ。確かに。V ネック着て、なんか V ネック着さ着せ勝ちなんですかね私。こっちガンダムも着てるんですよね。絵を見て指摘込めしてますが、自分が描いたら。そうですよ、多分皆さんめっちゃむずいと思いますよ描くの。仮面ライダーおでこに V、 あ、確かに。何色ですか。水色で描いとこうかな。あ、確かにちょっと仮面ライダーっぽい。ベルトあるかないかだし。確かに。ウルトラマンの春日感。どういうこと。この夏の新作、はい、この夏の新作こちらです。初めての生誕 T シャツはガンダム、ウルトラマン、仮面ライダー。でも著作権とかかからないと思います。オーズ知ってる。そう、私オーズの時代なんですよ。タカトラ、あ、懐かしい。あのメダル、あとあの指輪、指輪のあの仮面ライダー、名前忘れたけど、指輪の仮面ライダーも知ってます。タカトラバッターってメダルを入れて変身の、え、そうです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 。オーズなんだ。胸の真ん中にカラータイマーがあるから、そこに、あ、そうなんだ。っぽいですか。なんかネックレスみたいになっちゃった。ドラゴンボールのジレンみたい。ジレンわかんないけど。しかし本当にタイムラインの流れの速さがいい。タイムラインでなんだ。ああ、このコメントのやつ早いですよね。ちょっと私も追いついてない。オーズと言われればシルエットは近い気もしてくる。え、ですよね。そう、私オーズのあのイメージで描きました。ウルトラマンの耳は目なんだね。ウルトラマン耳じゃないです、目です。これ
筋肉マンと同じで顔が尖ってる顔が尖ってるイメージなんですよ。グッズ作ったらきっと売れ本当ですか。アイビー風 V ネックセーター着てるり V ネック着せ気味こんにちは。 V ネック好きなの惚れるどこに惚れてるんですか。今回 A うまい候補者多いのにちょっと A はね無縁ですね私。こんにちは。次は仮面ライダーガチャっと、うん、わかんないガチャっと。昔の仮面ライダーマフラーしてる。え、確かにしてたかも。ウィザートか。あ、ウィザートって言うんだ、あの指輪の人。てんちゃんにアバター書いてもらったら書きますよ、皆さんのアバター。あと一人書けそうなスペースに誰書きますここだ。何がいいんだろう。著作権を全く心配必要するありませんそれは似てないってことですかね。おでこに青い草が入らないV です。 V 色つけたらそれらしく雰囲気で。やっぱ色って大事ですね。プリキュア見て、プリキュアより私仮面ライダー派だったんですよね。プリキュア描けないですよもう一つ描くならエヴァンゲリオンが。え、その二択しかないんですか。ちょっと高くないですか難易度はじめまして。ある意味 A うまいでも言われればわかるって感じの A ですよねこんにちは。シャチホコシャチホコは行きますよ。シャチホコ社長子これ社長子ですね。なんか違う。私名古屋人なのに。プリキュアって見てないけどめちゃくちゃ、え、めっちゃいます、めっちゃいます。でもアイカツとかのが見てた。ウルトラマンも仮面ライダーも長寿番組どの世代も知っていて話しやすい。うん、確かに確かに。今もやってますよね。エビフライじゃないです。アザラシじゃないです。たい焼きじゃない。シャチホコ面白い。ナマコじゃないエヴァンゲリオンはそのウルトラマン紫で描いたアゴトラガラセレブ。え、本当ですか。絶対、え、エヴァンゲリオンわかんない全然。なんか手がこうなってますよねエビフライじゃない。手シャチホコの天ぷら確かにそうしますどうもシャチホコ半魚丼です。これは半魚丼に肉ピアスをついてますちなみにこっちはラーメンマンですうん、微生物じゃないウルトラライダーときたら何か、うんですよね。何かあるかな。書くもラーメン屋さんのエビフライ。ラーメン屋さんってエビフライあります？クイズにしたら100人中100人エビフライってことみんな不正解や。なんか揚げ物食べながらコンビニで買ってきてください。ホットフード揚げ社長が動物得意だからゴジラ。いや、ゴジラよりかはゴリラがいいですね。肉ピアス、そう、肉ピアス私はちょっとお気に入りなんですよ。みんなこれクジラだよ。クジラじゃない、シャチホコです2位も、え、そう、2位さっきあと1万ポイントって。あたしんちどん、次違います。シャチホコ、あ、間違った、ハンギョドンです
何かクイズ出して、クイズ出しますか？ギリギリセーフの絵やな。アウトじゃないです。ごまちゃん懐かしい。アンパンマン描けますよ、もちろん。アンパンマンうまいですよ、私。ほら、アンパンマンはすっごいうまい。チラチラと右下に書かれているギリシャ人ラーメンマンなんですよ、これ。実は絵描いてると順位上がる。これ何なんですか、本当に。名古屋城の上にこれ乗ってたら威厳も何も。これ2個載せときます、こっちとこっちで。2位まで6000ポイント。え、本当ですか、すごい。あい、え、織田信長書けないよ。 Z も分かる、 Z も分かんないです。ゴジラは恐竜をゴツゴツすれば書ける。本当ですか、ゴジラ書こうかな。天丼マン書けない。バイキンマンは書きました、前。こちらです、バイキンマン。アンパンマンうまいのにバイキンマンはちょっと書けないんですよ。バイキンマン、あ、じゃアンパンマンうまいんですよ。似てますよね。あ、そうパソマソにしないと。アンパンエビフライマンだ。アンパンエビフライマン。アンパンマンうまいですよ、私。ドラえもんが一番、うん、ドラえもんがもう何回描いたって感じですからね。自分からうまいとハードル上げていく姿勢。上げますよ、全然。ちびまる子ちゃんは描きますよ。ちびまる子ちゃん。ちょっと安そうなキャラになった。自分からうまいとは、そうです、バイキンマン機嫌良さそう。アンパンマンシリーズ、似てますか。カバオくん描きます。アンパンマン、なんで NG ワードだから欲しいなんだよ。バイキンマンの下はカビルンルンです。ちなみにカビルン、お尻かじり虫じゃないですよ。そろそろ失礼します。夜タイミングが合えば参加します。頑張って、そして最後楽しんで。ありがとうございます、見てくれて。でも私もあと15分しかない。2位になった。ありがとうございます、みんな。男の子じゃないです、女の子です。男の子じゃないですよ、刈り上げ。あ、そっか、ちびまる子ちゃんここまであるか、髪の毛。間違えたわ。2位おめでとう、ありがとうございます、嬉しい。え、2位すごい、びっくり。私2位ですか。え、めっちゃ上がりましたよね。私数日前まで32位なのに、まさかの2位とは。なんか絵描いたらめっちゃ順位上がった。すごい、パチパチありがとうございます。パチパチありがとうございます。画伯が2位なんて、いやいやいや、絵描くのが順位上げるのに効果的なのかな。ちなみにゴジラ描けるかな。
ゴジラ。もう悪役ですよねこれ。あ、ビーム入ってるか。面白いよ。面白い。やばいやばい、絵描いてたらコメントが。あ、面白い。絵の選択が投票につながる。自信持ってオーディション受けてね、ありがとうございます。イラストのオーディションと間違え確かに清楚系キャラ離れていくけど、いやいや清楚系キャラですよ。面白い。もしかしたら2位って天の宮行くじゃなくてイラストの、え、そういうこと。でもイラスト描いてるのは私なので、まあ私の魅力で。足3本、そう、なんか3本になってた。世界観合ってますよね。かっこいい、に出ない。あ、背びれがあるか。予想の斜めを超えよい。ちょっと、いや、ゴジラむずくないですか、普通に。あ、背びれ描いたらちょっとゴジラ？じゃあここどうしたって感じですけど。入ってないです。いきなり来たら3人、なんか3人新キャラ出しました。これは著作権関係ないレベル。あ、面白い。これは伝説の合格後は伝説の。いやいやいや。このゴジラ東京の町子はね、多分すぐ殺される。ゴジラの5の5はありますよ、5は。オーディション、オーディション自信持ってね。イラストは自信持たないで。いやいやいや、ドラえもんは持ちます。ドラえもん魅力的だよ、天ちゃん。SKE の新曲のヒント、いやいやいや、これ新品やばいですよ、新曲になったら。こんにちは、世界観合ってる。え、合ってますよ。ホワイトボード芸人目指しても応援する。目指しません。あ、尻尾ちょっともう書けない、尻尾。やばい、尻尾が。ちょっともうダメですね、これ。見ただけで意識失わないでください。うん、面白いもん。ウルトラマン、仮面ライダー、ゴジラ、あいつを倒せ。多分すぐ倒れます。足2本なん、あ、2本かゴジラ。あ、面白い。マイクラでゴジラ柄作ったらそうなる。え、確かに確かに。踊ってるみたい、やばい。天ゴジラ、天ゴジラやばい。下がんないでください。5あります、5ありますよ。赤い線はひな、いや違います、ビームです、ビーム。逆に失敗。尻尾仮面ライダーに球技は立てる。確かに。でも倒す気ないですこの二人。こっち向いてるし。ソフトクリームありがとうございます。ゴジラ何歌ってるの。歌ってないです。足三本の生き物いないですね。やっぱりお絵かきは無理。ありがとう。
やばいやばい、そのゴジラ 152.4 私じゃないですかいやビームなんですよ。ゴジラで連想ゲームうん、ゴジラ、茶色、岩タイプポケモン、岩タイプポケモンも茶色あとは男の子、オスが多いフ合格してアメトークに出てない方向違いますよ、方向。芸人さんにしたら可愛いね芸人じゃないですこんにちは。それビームなんだね。はい、めっちゃビームですよあ、ゴジラのビーム青なの、すごい赤のイメージ。特技お絵かきた達しちゃダメですよこれ。貴重な日曜日に俺は朝から2時間も何を見てそんなこと言わないでくださいよ茶色好きすぎてますいや茶色なんですよ。え、ゴリラ黒なのエキループシーズンちょっとゴジラがむずいですかき氷ありがとうございます。絵を描くたびランクアップ絵の力偉大ですね。これウルトラマンも光線、あ、確かにこうやって出します。オーディションのサムネそれですね面白い本当に。もうあと6本お知らせします。木のビームもあるの。えー、そうなんだ。じゃあこっちちょっとビーム感増したてかガンダム見た。ガンダムは今日の18時半から答え合わせします。ちなみにこの子たちも全部答え合わせしますみんな来てください。貴重な画伯は貴重ですよ。画伯の作品にホイホイされる絵の力すごいですね。ウルトラマンはスペイシム光線、その名前ついてるんだ。かき氷と星ありがとうございます。ビーム感増しました、よかったゴジラ王としてません。ゴジラの光線ポーズ銃で点、え、確かに。ちょっと私このポーズしようかな。ウルトラマン好きみたいになっちゃう。怖さもマジで花火で撮る、花火じゃないです。合格したらイラスト化したグッズが楽しいいらないですよこんなの答え合わせ会するんだ。はい、今日の夜します。色的にアクアフレージやばいやばい。答え合わせ明日のてんちゃんが心配だ。なんでですか。お疲れ様です、ありがとうございます。ウルトラマン好きありがとうございます。てんちゃん最後の配信は一曲歌声、迷うな。ウルトラマンなら、そのウルトラマンなら光線出なくても仕方ないねなんか出ないかもしれない。夜電波入らんことあるから、2時間でも早いね、テンポ、うーん、すぐ早いですよね。合格したらゴジラちゃん、やめてくださいゴジラちゃん夜電波入らんとこいるから来れないけど、ありがとうございます。今来てくれてるだけで嬉しいです10時半までに帰宅、メモメモ、はい、10時半から、あ、間違えた、18時半から始めます。天次郎のおもろ感だけどんどんこんにちは。18時半からだから、いやいや18時半から聞きます。あ、そう、みんなに質問っていうか意見なんですけど、え、もう配信始めてすぐに答え合わせ始めた方がいいですかね。あとガンダムからやった方がいいか、ガンダム最後に後の方がいいのか恥ずかしい絵描いたから歌わない恥ずかしい絵じゃないですよ。合格したら絵をいっぱい描いたらグッド本当ですか。2位の子勢いがすごいな、ちょっと見てみるか。なんだこのイラスト、そっとじゃ、いや、ないですないですない
今日がラスト、はい、そうなんです、今日がラストなんです。ちょっとしてから、え、ですよね、ちょっとしてからしようかな。絵を振り返りしてから、確かに絵振り返りします。ちょっと立ってからの方がいいですよね。集まるの待ってみます。人が集まるまで少し待っ、うん、大取りガンダム大取りしますかガンダム最後にしますね。人が、はい、人集まってからやります。全キャラクター見てみますデザイン担当になる、違いますね、ちょっとデザイン担当だとやばいですね。筋肉マンとガンダムは19時、うん、じゃあ19時とかにしようかな。ニンニクマンも、ニンニクマンを、あ、筋肉マンですね、ニンニクマン。初見さんにはこの絵刺激が強すぎ強すぎですよね。遅れるのを予想して、いやいやいや、ちゃんとやりますよ知らずに書いてたってこと、うん、そういうことですよちなみに全て知らずに。15分後、そうですね、みんな集まってからにします。あ、やばい、壇上読みます。壇上、じゃあ13位の方がハムスターと団子の方で、12位の方が私のパンダにしてくれてる方で、11位の方がポチャッコのかぶり物着てる方で、10位の方が黄色のクマの着物、着物じゃない、着ぐるみ着てる方で、9位の方があの青いハムスターの方で、8位の方が私のガンダムにしてくれてる方で、7位の方がキティちゃんの方で、6位の方が歌舞伎の方で、5位の方が黄色の旗の方で、4位の方がくまちゃんのパラソルの方で、3位の方が歌歌ってる方で、2位の方が女の子が制服着たアバターの方で、1位の方がハートの方です。ありがとうございます。みんな確認ね、18時半からね、はい、18時30分からやりますこれが一旦今日で見れなくなると思うとかないし、スクショとか画録とかして見返してください。アンパンマンはしてますよありがとうございます。みんな19時頃にガンダムの子で、そうですね、多分結構な量あるので最後は19時59分で終わります。じゃあみんなバイバーイ、みんな18時半来てね。18時40分来れば間に合うそうですね、まあそうですねバイバーイ。切れてるこれ。